こんにちは、ごまおです。本日はですね、楽天ブラックフライデーの攻略法ということでね、お話ししていきたいと思います。ちょっとね、独特な攻略法あるんじゃないかってね、思われる方いると思うんですけども、実はですね、普段のお買い物マラソンと変わらないっていうね、えーまあ、結論から言うとそうなってくるので、それについてね、ちょっとどういうことかお話しできればと思います。2020年のね、11月19日から24日までのね、えー、期間開催されますのでね、ぜひお見逃しなく。 この動画のコンセプトはですね、あなたのお金に関する不安を消したいということですね、お金の知識、生き方、働き方っていうのをごまわなりにね、伝えていきたいっていう思いを具現化しました。ごまわは実際、楽天経済圏4年間ね、使ってまして、年間54万楽天ポイントをね、獲得しているという実績もありますので、えー、参考になるお話できると思います。この動画を見るべき方はこんな方ですね、ブラックフライデーとこのお買い物マラソンね、どう違うのっていう思っている方、去年とシステムなんか違うんじゃないかなってね、ちょっと感づいた方いると思うんですけどね、 どんな戦略がいいのかも含めて、ちょっとこのシステムの違いをお話ししていければと思います。それではいきましょうね。まず、そもそもブラックフライデーって何なのかっていう話なんですけど、アメリカのま文化であるんですよね。アメリカの祝日、感謝祭っていうのがあります。毎年11月の第4木曜日がこの感謝祭っていうのを当たるんですけどその翌日の金曜日に、めっちゃアメリカ人が買い物するんですよね。アメリカ最大ののの規模のセールが行われますこの時にクリ クリスマスプレゼントもね一緒に買っちゃうみたいな人も多いみたいで,でクリスマスセール、えー、ホリデーシーズンのねこの初日に当たる日っていう感じでねめちゃくちゃ売り上げ出るらしいんですよねこの時ね、えー、ただまあ今年とかねコロナでどうなっちゃうのっていう感じはしますけどもね、えー、でもまあここ数年ねアマゾンとかそのネットショップのこのブラックフライデー期間の売り上げっていうのはめちゃくちゃ上がってるっていうのもまあ,あるんで 今年もさらにネットショップめちゃくちゃ上がるんじゃないかなって気はしますね。はい。えー、ね、わかんないけど、アマゾンの株価とかでもね、もしかしてちょっと影響あるんじゃないかなとか、そんな気もなん,なんとなくしちゃいますけどね。えー、で、えっ、ー、と、まあ、大型商戦をかけるということで、黒字を早期させるということでね、ブラックフライデー、その黒字のブラックですね。えー、あんまり悪い意味じゃないですね、ブラックってね。 ブララックフライデーとと呼ばれていいますす。う話ですこれにまあ便乗する形で、えー、まあ日本の企業も最近ねなんかこういうセールとかやり始めてるっていう感じですね。ブラックフライデーみたいな楽天市場のブラックフライデーみたいなね、まあ、特にアメリカのブラックフライデーと関係ないんですけどね、はい、ただまあセール何かしらのあやかったセールみたいなね、えー、ふに思っておいてくださいで、えー、今回ですねちょっと楽天上級者ほど注意という、ねえー、ことでね お伝えしておきたいんですけど、今回のブラックフライデーは、昨年までとシステムが全然違いますので、ここだけめちゃくちゃ注意してほしいなという,う感じです。えー、最近ね、えー、このように、えー、まあ詳細が出たんですけど、ブラックフライデーのシステムの詳細。えっ、ー、と、これ、買えば買うほどポイントアップ、エントリー &10 ショップ以上のお買い物ですファイント最大10倍になりますよっていうね、えー、これ、あれって感じですよね。これ、いつものお買い物マラソンとか楽天スーパーセールあるけど、それのシステムと全然同じじゃんっていう感じです。 全く同じです。はいえー、だからまあ同じように、ね、お買い物マラソンと同じように、えー、戦略で、えーまあ、対応すればいいということなんですけど、えー、で何が注意かっていうと、これね、昨年のブラックフライデーはこのルールではなかったんですね、はい、2019年まで、まあ、2017年ぐらいが多分やってるんですけど、2017、2 1 8 19、2017、1 8 19,、えー、19ですね、3年間は違うシステムでした。した この、ね、10ショップ買い回りっていうシステムじゃなくて、えー、単純に10万円以上お買い物したらあのプラス9倍になりますよっていうシステムでしただからショップ数関係なかったんですよね1店舗で10万円分買ってもよかったし、あのーねまあ、高額商品10万円分のなんか家電とか買ってそれ1店街で10万達成したらそれでも OK みたいなそんなシステムだったんですよねだから、あのー ね、毎年ブラックフライで参加されてる方はあのー、そういう戦略を立ててたはずなんですよ。あもう一点返しようとかね高額ななんか例えばこういうダイソンとかね高いやつで一点返してもうプラス9倍達成しちゃおうとかそんな風に思ってた方いると思うのでそういう方はちょっと注意ですね。えー、ね何も知らずにこのままダイソン一点だけ買ってたら、あのー、全然1倍とかしかつかない可能性もありますので。 1倍、ねえー、ってまあつ,ついてないってことですからねあのね注意してくださいね。はい ということで、えーね、普段のお買い物マラソンの攻略法と同じように今回もブラックフライでもねしてくださいということです。で攻略法じゃあ具体的にどういうことかっていうとまとめておくとこんな感じになっています、えー。お買い物マラソンと同じなんですけどね。えー、だから、うん、前回前回というか先月出した動画とまあ似てるんですけど、まあ、一応お話ししておきます。まずね、SPU を8%以上に上げておいてください。で日用品、消耗品など買うものをリストアップしておいてください。で10ショップ買い回りを達成してください。これでプラス 9倍が確定しますでさらにに5と0のつく日に買うっていういこれを意識してください。これでプラス2倍が確定しますね。で、ポイントサイトを経由して買ってください。これでプラス1倍確定。で、余裕があれば楽天ふれさと納税とかもしてくださいということでね。これが攻略法になってきますという話ですね。ちょっと詳しく話していきましょう。まず SPU を8%以上に上げておくっていうのは、これはまあね、えー、結構初心者の方でもやりやすいと思いますのでやってみてください。えー、SPU は何かっていうと、スーパーポイントアッププラグラムっていうことでね。楽天の 名前がついているサービスをいろいろ達成しておくと、楽天市場でのお買い物がポイントアップしますよっていう制度ですね。これは別にあのブラックフライデーとかじゃない時でもこれを達成しておくとあのプラス になっていきますよねだから SPU プラスアルファで、えー、バックフライデンのプラス9倍っていうのね、合わされれば、まあ、これ8%以上達成しておけば、まあ、17%とかになってくるんで還元率めちゃくちゃ上がりますのでぜひね SPU を事前に上げておくっていうのをおすすめしますで、えー、これね SPU めちゃくちゃいっぱいあるんですけど全部やってもコスパが悪いものがあるのであのー、厳選しました駒がねこれはやっといた方がいいんじゃないかっていうのを厳選しておきましたでやるべき SPU っていうのはね まず無料バージョン。これね、お金かかんないで使えるサービスなんで、これはやっといた方がいいかなっていうのをやっといてください。えー、これまず楽天会員になり,なりましょう。これでね、基本のならポイント1%還元率が達成するんです。これはね、楽天市場でお買い物するだけみんな慣れなきゃいけないので、これはまあ、もうむしろみんなやってると思いますで。楽天カード作りましょう。これはクレジットカードの楽天カードですね。これもまあみんなほとんど作ってると思います。年会費無料で作れますので、無料で、えー、ポイントがプラス2倍にアップしますということですね。で楽天銀行プラス楽天 楽天楽天銀行を解、ね、説してくださいネット銀行になりますので、まあ、家からネット使ってね、えーまあ、資金移動ができたりとかすごく便利なんでね、えー、これを楽天カード自分の楽天カードの支払い先の銀行に設定することで、えー、ポイントがプラス1倍になりますとでさらに楽天証券も解説しておきましょう、えー、特にねそんな投資信託買うとかねあんまり興味ないって方でも、まあ、別にね、えーまあ、ほとんどタダでもらったようなポイントをね、えー、ちょこっとね投資しておけばいいので、えー まあ、使って損はないかなというふうに思いますのでね、えー、別に口座維持の手数料とかもかかりませんから、無料で、ね、維持できますので、これでやってプラス1倍ということですね、であと楽天市場のアプリをダウンロードしておいて、えー、お買い物するとき、アプリから買うようにしてください、それだけで0.5倍つきますのでね、まあ、ここら辺は達成しておくと良いでしょう。 であとやるべき SPU の有料バージョンですね、これちょっとお金かかるけど、まあ、コスパがいいのでやってくださいというようなものたちです。でまず、クレジットカードの楽天ゴールドカードですね、一つランクが上の、年会費2200円かかりますけれども、これをね、入ることによって、えー、楽天市場のポイント、プラス4倍になりますので、これ結構でかいですね。はい、であと、楽天ブックスと楽天工房っていうところで、本買いましょう。楽天ブックスは紙の本、うんまたはまあゲームとかも CD とかね、DVD とか買っても OK なんで、これがプラス0.5倍になります。 で楽天工房は電子書籍ですけどね、まあ、スマホでダウンあの楽天工房アプリでダウンロードすれば、ね、見れますので、別に、えーまあ、読書しないって人も漫画でも、ね、買っとけば、雑誌でもいいんで、なんか適当に買っとけば、ここら辺んは、ね、達成できますし、1000円以上で買えば、ね、ショップ数稼ぎにもなりますということでね、ねぜひ使ってください。ごまも楽天ブックス楽天工房で、ねえー、毎回1冊ずつ使っているので、えー、SPU も達成しつつ、ショップ回りもまあ2店舗達成するみたいな感じで使ってます。 はい、続きましてね、えー、楽天カードでの あのちょっとお話ですけども、ゴールドカードの方がメリットあるんだよって話なんですけど、えー、どれぐらいの、ね、楽天市場でのお買い物をすれば、ゴールドカードに切り替えるメリットがあるのかって気にする方多分多いと思うので、ちょっとお話しておきますと、まあ、損益分岐点は、ね、年間11万円以上の、ね、楽天市場でのお買い物をするかどうかなんですよね。えー、11万円分ぐらい、ね、お買い物すると、ラックゴールドカードの場合に、ね、4400ポイントもらうことができます。えー、普通の楽天カードだとね、2200ポイントしかもらえないんで、この差額が2200 ポイントですね。この差額の2200ポイントがそのまま年会費2200円分になりますので、まあ、これをね、11万円以上のお買い物をするって方だったら、えー、あのもう必須でね、ゴールドカードにしましょうというお話ですね、えー、11万円以上、まあ、月に1万円弱ぐらい楽天、市場でお買い物する人をですね、えー、で、口述しますけど、楽天ふるさと納税っていうのを使うと、えー、年収500万ぐらいの人だったらね、大体年間5万円分ぐらいは楽天、市場でもうお買い物として使うっていうことですね。 決定しますので、えー、まそれ以外にね、えー、ま月々。 うんと5000円分ぐらいお買い物する人だったら全然モーター取れるので、ゴールドカード、まあ、ほとんどの人がゴールドカードがお勧めできるかなというふうにごまあは思っていますのでね、ぜひ検討してみてください。別の動画でね、ゴールドカードの利点っていうのはもうちょっと詳しくお話してますので、ぜひ見てみてください。はい。で、続きまして、ショップ買い回りの基本についてお話していきましょう。普段のお買い物マラソンと今回のブラックフライデーのルールが同じです。ショップ買い回りとはま、まずはね、ショップ買い回りエントリーっていうのをしていただいて、 その後にまあ1000円以上で購入したショップの数がそのままポイントの倍率になりますということですね。1ショップだとまあ変わらない、1倍っていうね、えー、変わらないんですけど、2ショップ、ね e、以降から効果が出てきます。2倍ってことは、実質プラス1倍ですね。で、10ショップ達成すると、購入商品すべての倍率が10倍になって、まあ、実質プラス9倍になるんですけどね、はい、ショップ買い回りプラス9倍っていうのをこれ、狙ってくださいと。 期間限定ポイントで全部もらえますので、えー、期限はあのポイントの有効期限は1ヶ月半しかないということで、えーまあ、注意ですねで。上限ポイントが1万ポイントということで、11万111 11円分のお買い物金額に対して、えー、プラス9倍になると、まあ、1万ポイントぐらいになるので、えーまあ、11万円ぐらいの、ね、お買い物金額を目安に購入していくと、おまあ、上限ポイントギリギリまで、えー、ゲットできるので、まあ、それぐらいが、ねえー、ブラックフライで,で、まあ、11万円分ぐらい買う。 ってもうちょっとね、買い回りの基本をね、詳しくお伝えしておくと、も、まあ、文字でばーって書いてますけどね、まあ後でちょっとで止めて読んでいただければいいかなというふうに思いますけどね、まあ、ちょっと読んでいきますね、えー。買い回りエントリーは必須ですね。えー、エントリーしないとね、えー、ちょっとあの恩恵を受けられないのでね、えー、ぜひね、エントリーしておいてください。で1チョップで1000円以上買い物する必要がある、ここもあのチェック。 ポイントですね。999円の買い物じゃダメっていうことですからね、ここ注意ですね。同じ店舗で複数商品買っても1チョップ扱いにしかなりません。で、1チョップで500円かける2個のものを同時に買うっていうのは OK ですね。500円かける1個っていうのを1回買って、もう決算終了して、もう1回同じ店舗で500円のものを、あのー、もう1回買ってってやってもダメなんで、それは注意ですね。で、楽天ふるさと納税、これはね、結構神がかってるんで、これはね、一時体1チョップ扱いになりますので、これもね、めちゃくちゃ、 有用なんで使ってくださいあんま使いすぎると、ね、上限額をオーバーしちゃうので、あのーまあ、1回の、ねえー、セールにつき1、まあねえー、時自体ぐらいちょっと考えてみようかなぐらいの感じでいいと思います。でポイントを一部全額使用してもあのショップ買い回りの対象にはなるのでいいと思います。で送料分は基本、 あのポイント還元の対象にならないので、そのとこ時にポイント利用すると効率がいいかもしれませんねで。5と0のつく日、えー、これを狙うのがいいと思います。今回だと11月20日があの5と0のつく日になってくるので、あのそのポイントプラス2倍が狙い目ですで。人気商品は品切れするかもしれないので、迷、ま、わ、あ、ず11月19日に買ってしまうというのがいいかもしれないですね。みんなね、やっぱり11月20日に買いたいんですけど、それ狙って待ってると、もうね、あの品切れてるっていう可能性もありますので、注意ですね。 日本はチェックしてみてみくださいスーパーディールっていうね、えー、ところもお得になりますのでね、えー、必要なものだけを買うからこそ節約につながりますのでね、ここら辺、あのー、注意して、えー、つつ,つ、ま、自分の必要なものを買っていきましょう、えー。つまりですね、日用品、消耗品などを買うものをリストアップしておくと、ここら辺ね、えー、無駄な買い物しないで済むようになりますということです。10ショップ買い回り達成、ポイント還元率プラス9倍を狙うっていうのが前提なんですけど、セール品に惑わされて不要なものを買うってことは避けてください。お気に入り、ね、登録の機能とか、 あと、楽天ルームっていうのを使ってリストアップしておくといいと思います。買い物に困ったらね、コマンの楽天ルームを覗いてみてください。この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見ていってください。で、えー、5と0のつく日に買う。これがプラス2倍確定っていうの、これもね、えー、ちゃんと狙っていきましょうね。あのー、毎月ね、5、10、15、20、25、30日。 これがね、ポイントがプラス2倍になります。えー、5と0の付くエントリーに2倍ということでね、えー、今回は11月20日あ、これがね、これを狙い撃ちするといいと思います。ショップ買い前りがね、プラス9%と合わせると、プラス11倍が確定するということでね、これはめちゃくちゃおいしいですねで。楽天カード払いが条件になりますので、えー、ポイントを使ってしまうとね、このプラス2倍の分っていうのはね、えー、つかないので、えー、この時はまあ楽天ポイント使うので我慢してね、楽天カード払いで全額払ってください。 で品切り必死の商品をあえはあえて、ねえー、ここをずらして11月20日をずらして11月19日のうちに買っちゃうというのも戦略の一つだと思います。 はい、続きまして楽天ふるさと納税の威力もご紹介いたしましょう楽天市場で、ね、ふるさと納税ができるんですよねちょっとふるさと納税の仕組みについてまだよく分かってないという方はあのー、別の動画で、ね、ふるさと納税の説明してますので概要欄のリンクからちょっとそっちで勉強してみてくださいで一時自体でワンショップにカークントされるっていうのが大きいんですよ今回の、ね、こういうブラックフライデーとかお買い物マラソンとこういうセールの時に使うっていうのが、あのーね、ショップ数稼ぎにもなるしあのお得も得られるしということでめちゃくちゃあ有用ですので でぜひ使ってみてください。他の商品と同様にポイント還元が受けられます。控除、返礼品、ポイント還元の3つのお得が、ね、得られるという、これはまあ楽天経済圏の、ね、本当に一番お得なのはこの楽天封鎖納税だと思います。楽天経済圏最終多いと5万は名付けていますけれども、これね、この仕組みぜひね、覚えた方がいいんですよ。もう全国民使ってほしいなというふうに思っているくぐらいです。例えば一例出しますと、ごまはこのエリエール消臭っていうのがね、トイレットペーパーですけど、まあこれが好きなんですけど、ね、消臭剤いらですね、このトイレットペーパー自体に 消臭,あのー、消臭っていうか、もう匂いがついているので、まあ、トイレの中の匂いが、ねまあ、爽やかになるということで、これがね、えー、しかもダブルですね、シングルは、まあ、嫌いなのでダブルがいいんですよ。で、本六64ロールですね、普通に買うと4000円分のものなんですけど、これが1万4000円の寄付金でもらえるんですよね。で、この1万4000円じゃどうなるのかっていうと、これはあのー、寄付金で控除がされますので、あなたの税金ですね、所得税とか住民税から引かれますので、で実質ただね、 で4000円分のものがもらえます。で、えっ、ー、と1万円4000円分の楽に対しての楽点ポイントが付きます。えっ、ー、とこういうセールとかをうまく利用すると、例えば還元率30%とかでね、えー、つきますので、楽天ポイント30%分付いて、で返礼品があの4000円分もらえ。 得てえー、で払った1万4000円はあのー、控除されるんで、あのー、ただで,なんで何千円分、1万円近く分の,、ねえー、も,のものとかポイントが手に入ったりするっていうことですよね。えー、こんなおいしいことないんで、えー、ぜひ、ね、これ、極めて、えー、ください、ね。ふりゃさト納税、ちょっと仕組みが難しいかもしれないですけどね、勉強すれば、あのー、分かりますから、ぜひ、ね、頑張ってみてください。 で続きまして、ハピタス経由で1倍ということですね、これ、ポイントサイトアプリっていうのがありまして、あの全然楽天とは違うところからですね、例えば小判が使ってるのがハピタスっていうところなんですけど、えー、ここのまあアプリ開いてね、えー、ポイントを貯めるっていうところをポチッと押すということで、そうすると楽天市場が開いて、えー、そこから楽天の、ね、お買い物をすれば、あのポイントが貯まるっていうシステムなんですけど、二重取りをね、するのがちょっと一、あのー、手間いるので、これをね、えー、やり方ちょっとご紹介していく まず最初に楽天市場アプリを開いてログインしておきましょう。で、さらに、えー、それは一旦ね、バックグラウンドして、ハピタスアプリを開いて、楽天市場をタップしますね。ここでですね、ポイントを貯めるというのをタップします。で、ブラウザで開くので、一旦バックグラウンド。これはブラウザで開いて、ブラウザで買っちゃうと楽天市場アプリで買ったことにならないので、そこ注意ですね。楽天市場アプリでお開いて買い物してください。 そうすると、楽天一番アプリの、あのー、SPU プラス0.5倍っていうのと、うん、ハピタスの、えー、プラス1倍、これ1%ハピタスポイントがつきますけど、これを両取りできるということですね。で得られたハピタスポイントは、0、えー、ートのいい Amazon ギフト券とかでね買え、えー、買えたらいいかなというふうにごまんは思ってます。楽天ポイントに変えることもできるんですけど、ちょっとレートが落ちちゃうので、えー、効率のいいのが Amazon ギフト券かなというふうに思います。たまにね、ごまんも Amazon で買うことありますので、そっちで使ってます。<laughs> で、最後にですね、クーポン とかキャンペーンももこれもねチェックししておきましょうあの,普段のお買い物マラソンとかもねクーポンいろいろできるんですけど今回ブラックフライデーはスペシャルブラッククーポンっていうね最大5600円オフっていうクーポンっていうのがありますので、えー、5万9760円分買うと9600円オフになりますよみたいなのがありますね、まあ、ちょっとそ,こそれをね使うっていう人はなかなか少ないかもしれないですけど、まあ、1000円以上買って96円オフとかもありますのでそういうのを使ってみたらいいかなというふうふに思います。でお買いい物パンダダーツくじっていうのがあのこれも うつものお買い物マラソンででやってるんですけど今回は、A 賞が9600ポイントもらえるっていうのね、まあ、10本しか出てないですけど、あまあちょっとポイントいつもより上がってるって感じなんで、えー、まあ11月の15日からまあ19日まで毎日やってるので、まあ、そこでね、えー、まあ参加できるだけ参加しておけばいいんじゃないかなというふうに思います。 はい、こんな感じでした。攻略法をまとめるとこんな感じです。もう一回ね、えー、ちょっと早口だったんで、えー、見逃したところはまた巻き戻してみていただければと思います。こんな感じで、今回のね楽天のブラックフライデーのセールについての攻略法のお話でした。まあ、お買い物マラソンと基本的には変わらないので、前回お買い物マラソンで、ね、ちゃんと走れたっていう方は、あのその通りに攻略していければ大丈夫だと思います。このままね、こんな感じで100年健康に生きるためにお金の知識を、ね、伝えていきます。お金を得してね、 できるだけ資産を増やしていって将来に対してあんまり不安を残さずにね生きていければ嬉しいんじゃないかなというふうに思いますのでこのチャンネルではどんどんお金の話していきたいと思います最後にねえっと電子書籍のノートでね楽天ポイントのお話考えしてますのでぜひこっちも覗いていってみてください前半分はね無料で結構読めるようになっているので文章でしっかり楽天のことをクリアし攻略したいって方は見てみてください概要欄にリンク貼っておきますそれでは また次回の動画でお会いいたしましょうバイバイ